どうもゆるすだチャンネルです。今日はね、包丁もまな板も使わない焼きそばを作っていきます。しかもね、コンテナです。ゆるふわ。はい、そんな感じでね、今日作る焼きそばはコンテナで作る、火も使わない、包丁も使わない、まな板も使わない焼きそばです。材料はね、こんな感じです。はい、焼きそばがね、1人前とソース1袋。あとはもやし、キャベツ、ひき肉ですね。焼きそばといったらね、もう屋台では大人気の、ソース焼きそばを作っていきますよ。しかもね、これはコンテナを使って作ります。電子レンジでね、簡単に作れるんでね、覚えててくださいね。はい、まずはね、麺をこれよく揉みます。袋から開けずにね、よく揉むんです。大丈夫です。麺潰れないですから。はい、こんな感じでね、よく揉むとね、何が起きるかというと、ほぐれやすくなるんですね。固まらずにほぐれやすくなるというね。はい、こんな感じでね、コンテナに入れました。そこをね、ちょっと箸でちょいちょいっとやるだけでね、簡単にほぐれちゃうんですよ。こんな感じでね。これは便利な方法ですんでね、ぜひ覚えててください。一回一回ね、レンジで温めなくてもいいですからね。はい、軽く麺をほぐしたらね、今度はそこにもやしを入れていきます。もやしはね、だいたい1袋のね、3分の1ぐらいです。焼きそばもね、3パック入りなので、もやしも3分の1。キャベツもね、だいたい3分の1です。そうするとね、3食作れるってことになりますね。こんな感じでね、コンテナいっぱいになりますけど、これ、レンジで温めたらね、半分ぐらいの量になりますからね。で、その上にね、ちょっと今回肉はひき肉使います。ひき肉をね、こうやってよーくほぐして、デベーって入れちゃってください。間違えました。デベーって入れるんじゃなくってね、ちゃんと、ちりばめて、散らして入れてくださいね。そうしないとね、固まってる部分があると、ちょっと生だな、みたいな状態になっちゃうとね、困るんで、よく広げてね、火が通りやすいように配置してあげてくださいね。はい、こんな感じでね、ひき肉を配置しました。そしたらね、このコンテナは少し脇に置いといてください。ここからね、焼きそばのソースを作ります。まあ、ソースはね、まず水に溶きますね。焼きそばのソース1袋に、お水をね、大さじ1杯程度入れます。そしたらね、そこにウスターソースを大さじで2杯入れますね。はい、ウスターソースを大さじで2杯入れます。そしたらね、今度はそこにニンニクを少し入れますね。ニンニクはちょっとでいいですよ。まあ、ニンニクガツンと効かせたい人はね、ニンニクいっぱい入れても構いませんけれどもね。ちょっとで大丈夫です。そしたらね、ここで一旦ニンニクをよく溶かすようにね、よく混ぜてあげてください。ソースもね、下に沈んでる可能性があるんでね、下からすくうような感じでよく混ぜてくださいね。そしたらこれで焼きそばソースの完成です。はい、ソースが完成したらね、先ほど脇に置いといた焼きそばのセットにかけていきます。これもね、まんべんなくかけてくださいね。下の方にね、ソースがまだ沈んでるようだったら、よく溶かしながらかけてください。あんまりね、一気にデベーって入れちゃうとね、大変なことになっちゃうんで、後々よく混ぜてもね、よく混ざらないみたいな感じになっちゃうんで、まんべんなく広げてかけてくださいね。はい、こんな感じで、まんべんなく広げてかけました。そしたらね、今度そこにラップをかけます。まあこのコンテナってね、蓋がついてるんですけれども、この蓋でやるとね、なんか中の圧力の関係でね、蓋が飛んじゃいそうなんでね、ちょっと危ないんで、ラップでやります。はい、ラップをかけたらね、これは電子レンジに入れますよ。電子レンジはね、600ワットで4分30秒です。600ワット4分30秒かけますね。そうするとね、こんな感じで仕上がります。そしたらね、ここからが重要なポイントです。まずはね、箸を手に持って、今度ね、よーく混ぜてください。これね、ソースが下に沈んでるんでね、下からすくい上げるような感じで、よーく混ぜていってください。とことんよく混ぜてくださいね。カップのね、焼きそばも、お湯切ってからね、ソースかけてよく混ぜるじゃないですか。それと同じことです。これでね、徹底的によく混ぜて、ソースをしっかりと絡めてくださいね。そうしないと、ムラが出ちゃいますからね。ムラが出てね、味のしない麺食べるのは嫌ですからね。徹底的に混ぜてくださいね。はい、これで混ぜ終わりました。そしたらね、普段だったら、これこのまま、
ジップロックのコンテナのまま食べちゃうんですけれども、まあ今日は撮影ということでね、お皿に乗っけていきます。お皿に乗っけてね、ちょっと見栄えよくしますね。見せ物ですからね。しっかりと見てもらうためにはね、ちゃんといいものを作んなきゃいけないですけれどもね、まあなかなか難しいですよ、動画の撮影って。ちょっとね、疲れてきました。まあでもね、やめるつもりは一切ないので安心してください。これからもね、電子レンジで作る何かをまた考えていきますからね。はい、こんな感じで焼きそば完成いたしました。まあこれで完成するのもね、なんかちょっと格好悪いんでね、この上にね、鰹節を乗っけていきたいと思います。鰹節はね、まあ普通の鰹節でいいです。花かつおとかね、乗っけると結構踊ったりしてね、いい感じになるんですけれどもね。これはね、普通の鰹節をパラパラーっとかけちゃいますね。お好みでね、青のりなんかもかけると、なんか雰囲気出ますよね。焼きそばーって感じでね。屋台の焼きそばって感じがして、いい雰囲気が出ると思います。はい、じゃあ、ちゃんとね、鰹節も踊ってますよね。はい、こんな感じで、今日は電子レンジで作る簡単な酢節焼きそば完成いたしました。ワンポイントで紅生姜乗っけてみますよ。もうこれでね、完璧な焼きそばですよね。ね、いちいち焼かなくてもね、電子レンジで簡単にちゃちゃっとできちゃうんで、これよかったら試してみてください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。